あとはこの、後ろの板をここにつけて、まあほぼ完成です。ニスとか塗ろうかなって迷ったんですけど、まあ、めんどくさかったんで、まあ、このまま使います。ここに隠れ機能があります。いくで。こうやってまず出すやろ。でここをちゃんと引っ掛けて足を固定すれば、てってる、具材を切る場所完成です。折りたたみ式になってます。だから収納したときは片手がちょっとむずいけど、これをこうして、はっ、ててるこんな感じです。はい、完成したんで、これから大輝っていう、まあ、めっちゃうまいスケーターとスケボーしに行きます。てれ
モンさん刺さりました。みんな絶対あの5をレギュラーと思ってるやろ。スイッチや、スイッチや、スイッチや。忍者ベアリング、忍者、はい、忍者。あ、そうや、インスタやな。インスタもチェックしてあげて。何やったっけインスタ。 D やばい、ところは不明やか。 D、これやこれ、はい。今すぐフォロー。はい、スケボー終わって、あの靴の裏めっちゃ削れたんで、シューグでちょっと直したいと思います。全部適当に塗ったらちょっと汚くなるんで、この真ん中に線入れてちょっと柄っぽくします。自然色がいいんですけど、あのもらったのが黒しかなかったんで、まあ、黒でやります。ちょっと柄はダサくなるけど、ちょっとやばい、これ絶対汚くなるわ。これなんか行くで、絶対失敗してるやつで、これ。はい、こんな感じです。やばい、結構いいかも。これでソールも長持ちするでしょう。で最後にちょっとだけこの新しいシューグークリーナーキットってやつで、僕の結構汚くなったジャノスキーをきれいにして終えたいと思います。はい、こんな感じで、あとは乾かして綺麗になります。今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。よかったら高評価、コメントと登録お願いします。